21歳女です。今多様な植物を育成し、本や海外研究をもとに勉強しています。前は服装を勉強していたので、衣服やアクセサリー制作、絵描きも好きです。それを生かし学んだことに考察を与えた植物の記事を書いたり、植物デザインの作品を制作し、インテリア以上に魅力がある植物の本質を作品を通して発信したいと考えています。どう思いますか？勉強大事だと思いますけど、自分がこう偏ってないかとか不安になりますみたいな、おごってないか不安になりますみたいな、そういう話ですね。面白いことしてるな。ねえ。なんか逆っぽいですけどね。もともと植物をやってて、その造形が好きだから、それをなんかデザインしてアクセサリー作るみたいな話ですよね。ことは分かるけど、逆なんですよね。植物の方に戻ったとか。なんか時々でもこういう方いません？うん、なんかこう、これしか自分にはなかったからっていう人って結構覚悟していけるけど、うん、はいはいはい、どれも器用にできると、どれやったらいいのか分からなくなるみたいな。あー、確かに。なんかタレントさんというか芸能界は結構いません、はい、なんか、まあ、例えばじゃあ女優さんとかだったら別に可愛いし性格もいいし、うん、演技もうまいのに、なんかこういまいち印象がないみたいな、なんかわかりますか、器用貧乏みたいな俳優さんでもいますけど、ああいう人ってどうなんですかね。どうすればいいんですかね。まあ、芸人さんとかでもいるんですか、そういう人。いや、僕もどっちかというとそっちタイプなんですけど、なんだとしてしまうタイプ。まあいろいろできますもんね。そうですよね。どうなんやろ。いや、あの一個に特化してる人にすごい憧れたりはしますよ。スペシャリストというか、この人はこの人みたいな、これドンみたいな。もう大喜利が抜群に面白いとか、なんかかっこいいじゃないですか。なんかセンスあるみたいな。なんでもあの大体そつなくはこなせるんですけど、そこの憧れはすごいあったりしますね。天才憧れっていうんですか。でもあれじゃないですか、宮迫さんに憧れてやっぱりね、この世界に入った人もいるわけじゃないですか。あの、なんか聞いたことはあります。聞いたことはあるんですけど、はい、あんまりないですよ。本当ですか。あんまりないです。あの僕の何に憧れていいか、変にいろいろやっちゃってるんで、何に憧れていいかわからないから、あんまり目指しにくいでしょうね。普通に考えてもやっぱこう、これからって時代がめっちゃ変わっちゃうから、うんうん、1個に特化するよりもいろいろできた方が本当は得そうな感じがするんですけど、あの、まあ、YouTube 始めて、まあ、いろいろそのお仕事、いろんなお仕事で、今その YouTube だけじゃなく、いろいろあのビジネスの方も動いてるので、うんうんうん、なんかそういう意味ではそうですね。あれ、なんかどっか買われてませんでしたっけ、飲食店か、なんかネーミング、ネーミングライツです。あの串カツ田中さん、一瞬あの一月だけ串カツ宮迫になってた。はい、あれはあのやってよかったです。すごくあの盛り上がっていただいたので、はい、はい、ちょっと恥ずかしかったですけどね。この自分で運転して、はい、たまたま信号で止まったところに串カツ宮迫ってなって、はい、等身大の自分のパネルと目が合うっていう。それを歩いてる人に見られて笑われるっていう。宮迫が宮迫見てるみたいな。それ面白いですね。そんな現象はありましたけど。結構シュールな図になりますね。シュールな図になりますね。で、植物のね、あのなんか、いや、いいお仕事だと思います。今すごい観葉植物とか家にいっぱい置いてるんで。そうですね。なんかあの、いや、もっとほんま詳しく知りたいんですよね。なんであれ、専門家の人に聞いて買って同じようにやってんのに、なんで枯れたりするのかなとか。なるほど。今それ増えてるから、まあその増えてる人たちが枯れたりとか、どうやったらいいかな、何やらないかなみたいなののサービスを提供したらいい気がします、逆に。なんかね、うん、あの来ていただいたスタジオに、はい、あのでっかいガジュマルの木置いてたんです。はいはいはい。ね、あの幸せの木かな、なんか根がこうなってるやつですね。そうです、そうです。うん、あれです。もうびっくりするぐらい枯れて死んじゃったんです。へぇー。日当たり？いや、日当たりもあのちゃんとしてて、どんな木ですもんね。あのなんか LED のやつも買って、なんかちゃんと やってたんですけど、やっぱ宮迫さんの不幸を可愛い吸い取って。そう。すごいですね。あの、いや、幸せの木すら枯らしてしまうダークオーラはとって。いや、もう何ですか、スタッフさんめちゃくちゃ笑ってますけど。お前全員のキーや、あれは。なんか信じ、あ、ものすごいいっぱい葉っぱあったのに、みるみる枯れていって、でただ、まあ、全部吸ってくれたんやなって。もうこのガジュマルちゃんがいなかったらもっと大変なことは起こってたんやなと思って、全員であの最後あの見送る時、ふっかぶかと挨拶して、本当にありがとうって深い挨拶しましたよ、ちゃんと。いい話。切り抜きいかがだったでしょうか。
この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。